左方向、ここやね。この真横にあるの、これがね、青年天狗の、それの応援部のね、ちょうど、どれぐらい離れてるか、4、50メートル離れてこれ。ね、どっちも前方こういうふうでございます。ああ、悲しいかな。看板がないか。看板がなかったらええな。あかんな、わし言っとることはほんまと見られ、思われんがね。ほんまなんですけどね。こう、白神山古墳でございます。ああ、なんかここにある。看板が。看板がありました。ありがとうございます。青年天の川地なんとか関東が書いてあるけど、バイズが、はい、間違いない。書いてありました。これはね、どれぐらいになるサイズは。そんなに大きくないんだけどね。5、60メートルあるかね、前方後円墳。もう住宅街で全然入られへんな。こじんまりとしたね。前方後円墳でございます。これは後墳の方かな、前方墳の方かな。後円墳はどうかな。おお、形、ええ形してるよ、これ。これ、ああ、ええ形してる。残念ながらね、入れないです。高さも、どうやろう。4、5メートルあったんだろうかね。いやー、綺麗な形残ってるね。はいはい、わかりました。はい。ああとね、ここがしか行かれへんねんな。ここでございますか。ここがこういうことでございます。こじんまりとしたね、なかなかいい古墳でございます。西の方に電とね、青年天狗の量が見えますからね。4、50メートル離れたぐらいで。わかりますね。いいね。はい、やっと撮れました。はい、ありがとうございました。今日は今、羽曳の地に来てます。反対側住宅街かね。やね、反対側見られんな。反対側住宅公園でございますからね。楽でございます。これ何もかけないな、これ何も関係ないのかな。ここで反対側やから反対側。はい、見た、ありがとうございました。青年天皇陵貝塚でございました。